つくつくバスとは2003年9月1日から2006年3月31日まで、茨城県つくば市の中心部とその近隣においてよって、運行されたつくば市のコミュニティバスである。つくば市のコミュニティバスは2006年4月1日以降、旧のりのりバスをベースとするつくバスに集約された。本項目は運行当時の記述である。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線開通後のつくば駅周辺の自動車交通需要を抑制する交通需要マネジメント実証実験の一環である。2003年9月1日に4路線で運行開始。当初予定された運行期間は2005年3月31日までであったが TDM 実証実験の結果を受け、またコミュニティバスの試行運転的な要素を含めて2路線が同年4月1日以降も継続運行されていた。すべての路線はつくばセンターバスターミナルを起点とする。全線均一で大人100円。1日乗車券は大人1枚200円。1日乗車券は車中のみ発売。運賃前払い。つくばエクスプレス線開業という市内の交通体系に変化がある中2006年4月1日に現体制を廃止、のりのりバスと統合の上、新コミュニティバス、つくバスへ移行した。ただし、松代近隣シャトルは国際会議場を経由しないルートに変更の上、関東鉄道の一般路線に継承され、また、春日近隣シャトルを継承する路線は設けられなかったためそのままつくバスに継承されたつくつくバス路線はなくつくバスへの移行としては一度廃止されていたセンター地区循環とつくば急行シャトルがつくバス化で再開したものである。ありがとうございます。